ようございます、中午好、こんにちは、晚上好、こんばんは。今回もいろんな初めて体験します。みゆのはずらじ、はずらじ。みー、你好、今回もりゆっていこう。中国出身の歌手、そしてコスプレイヤーのりゆです。早速メッセージを紹介します。神奈川県、水槽ネームクリストファーのび太さんからいただきました。どこの人ですか？あ、神奈川県ですね。初ラジオを聞き直していたのですが、お茶の話をしていたのを覚えていますでしょうか？僕は5年前に上海にいたことがあるのですが、驚いたことがあります。それはお茶に砂糖が入れてることです。日本ではなかなか砂糖は入れないウーロン茶、ジャズミン茶に砂糖が入れていたのです。真夏に上海へ行っていたので、喉がガラガラカ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 ラの時に買ったウーロン茶に砂糖が入っていてびっくりしましたが、意外と美味しかったです。りーちゃんも日本の食事で驚いたことはありますか、といただきました。そうですね、確かペットボトルの飲み物とか、タピオカ屋さんとか結構いろんなお茶に砂糖が入れているんですよ。なんか逆に砂糖が入れてないのペットボトル飲み物は、まあそのまま砂糖、不使用って書いてたんですね。砂糖入れてないってわざわざ書くんです。そう、普通に飲み物だったら甘いイメージですね。確かジャズミン茶も入ってて、ウーロン茶もなんか微糖のやつもあるんですね。そしてタピオカ屋さんもなんか普通になんかミルクティーだけじゃなく、普通になんかミルクフォームがついてるのお茶も売っているので、普通のお茶も売っていたのですが、なんか甘さも選べるんです。自分の好みで甘さを選べます、という感じです。日本の食事で驚いたことですかね。何があるんですか。やっぱこれは初めて知りましたときは驚きました。どこでも氷入ってるの、水が出る、なんかレストランとかもうほぼ氷入ってるの水ですよ。向こうはなんかお茶とかお湯の方が多いんですね。だからなんか真冬でもアイスって感じ。ちょっとびっくりしました。はい、引き続きメッセージを待っています。番組サイトのメッセージフォームからみんなたくさん送ってください。待ってるね。はい、さて今回はこちら、ルルかわいいマイルールのコーナーに行きたいと思います。水槽さんのマイルールを教えてもらいます。ではメッセージを紹介しましょう。1つ目、高知県、水槽ネームあつひろさんからいただきました。僕のマイルールは毎日夜寝る前にコップ一杯の水を飲むことです。子供の頃、睡眠中に脱水状態になってうなされたのがトラウマになって、それ以外ずっと続けています。寝る前の水分補給は肌の保湿にもよく、女性には特におすすめだそうです。りーちゃんもぜひやってみてはいかがでしょうか。かっこもうやってたらすみません。かっこ。そうか。そうですね。私はどうだろう。でも、なんか、次の朝は、なんか撮影とかあったら、やっぱ、寝る前には飲まないんですね。なんか、むくみしやすいから、やっぱ寝る前は、できれば、水を飲まないようにしています。ちょっと真逆の方向になったんですけど、逆に朝はめっちゃ飲む。はい、朝起きてやっぱ水は絶対飲む。ちょっとね、なんかリフレッシュな感じ。そうです。
はい、ありがとうございます。続いていきますか。大阪府水槽ネームたけさんからいただきました。僕は毎日リーユーちゃんの写真集やブロマイドを持ち運んでいます。ありがとうございます。リーユーちゃんもスマホや財布以外で毎日持ち運んでいるものはありますかと聞かれたんですねと聞かれたんですね。何ですかね。あ、スマホ、財布、どうしようか。あ、結構あるんですよ。一個ずつ言っちゃいますか。最近なんですけど、Apple Watch を買って、結構毎日持ち運んでます。あれはですね、なんか自分の健康を自分の体の状態を知りたいですね。毎日のなんかカロリー消費とか、心率とか、睡眠状態とか、これはちょっと知りたいんですよ。だからなんか結構リハとかあるんじゃないですか。長い時間運動していたので、あれでどのぐらいカロリー消費するんだろうって本当に知りたくて、リハでもつけてます。そしてなんか薬のなんかちっちゃい箱は持ち運んでます。なんていうか、ちょっとね、そんなにひどくないんですけど、そんなにでもちょっと鼻炎が続いてたので、鼻炎の薬とかサプリメントのなんかビタミン C とかビタミン B とか、時間ある時は飲んでいます。こんぐらいかな。あ、夏の時は日傘、はい、持ってますね。日傘は大事です。こんぐらいかなあ結構あるんで、結構ありますね。エアポーズ大事に毎日絶対持ち運んでいます。なんか移動中とか、結構音楽とか動画とか見たいので、聞きたいので、エアポーズは絶対持ち運んでいます。あ、めっちゃあるねだんだん増えてました。はい、次いきますか。中国の水槽ネームシャハンさんからいただきました。ルルカワイマイルールを投稿したいと思います。恥ずかしい話ですが、私は寝るときはね、また寝るとき寝るときは指を加えていなければ安心、安らかに寝れません。幼稚園の頃からこの癖を直そうとしていったが、これまで失敗している。そもそも眠くないのに指を加えただけで眠気が襲ってくる。ちなみにリユーさんは寝るときに何が習慣があるのでしょうかといただきました。ちょっとなんかうまく読めなかったみたいんですけどはい、私はまあ本当に似てるんですよ。ちょっとこのシャハンさんとちょっと似てるんですよ。もう初めて振ったかもこの話、恥ずかしいんですよ。あんまり言ったこと、まああんまりじゃない、全然言ったことないんです。なんかちょっと癖なんですけど、本当にもう幼稚園から同じの感じで、ちょっと手をなんか顔にかぶって、なんかこういうか、鼻と口かぶって、ちょっと手の匂いを澄みながら寝るのが癖。今は本当にたまにある。今は結構ほぼなくなったんですけど、たまにね、なんか匂いを吸うと安心する。なんか自分の手の匂い吸うと安心する。なんか小さい頃お母さんからなんか、あんたこれやり続けると鼻がなんかなくなるよみたいな話もあったんですね。鼻が全然なんかそう、なんか鼻がなんか形はなんか良くならないよみたいな話があったんですけどね。今はたまにあるんではい、なんか吸いたい、自分のなんか匂い
が吸いたいの癖があるんですよね。これ本当に言ったことないんですよ。ちょっと恥ずかしい。はい、はい、まあ最後の一つに行きますか。東京都水槽ネームゆうすけさんからいただきました。自分のマイルールは LINE やメールなどを送るときにメッセージ 一度読み返すことです。読みにくくないか読みにくくないか間違っていないかを確認して送っています。このメールも一度読み直してから送ってますよ、かっこわらといただきました。これはですね、そうですね、私はね結構ツイッターやウェイボーでの文章なんか間違ってるとこ結構あります。なんかそうです、なんかね間違った文字とか結構送ってもうそのまま発信しています。ね、気づいて、なんか自分から気づいてじゃなくって、コメントみんなからここ間違ってるよみたいな結構いただいたんですよ。あれで、あ、間違ってたみたいな結構あるんですね。私はね、なんか読み返すことはちょっと付属です。読み返す付属です。はい、これからもねちゃんと読み返して、なんか結構なんか文章送るとき急がなきゃ早くってちょっとね急ぎ目な人なんで読み返すことねちゃんとやらないといけないんですね。ゆうすけさんやります。はい、みんなたくさんのメッセージありがとうございます。引き続きあなたのマイルールを募集します。本当に毎回なんかいろんなマイルールをいただけるので、なんか本当にみんなのこともよく知ることになりました。なんかね本当に嬉しいです。はい、引き続きマイルール募集します。番組サイトのメッセージフォームから送ってください。それではここで一曲をお届けします。10月放送のテレビアニメ夫婦以上恋人未満のオープニングテーマに起用されます。今回はねちょっとみんな覚えやすいな感じでいきたいと思います。11月2日水曜日リリース、リーユでトゥルーフールラブ。何パーセント好きくらいを恋というのかな。Mega
お届けしたのは11月2日水曜日にリリースするリーユサードシングル True Fool Love でした。現在 YouTube にてアニメ PV が公開されています。ぜひご覧ください。はいはいはい。そして番組のバナーはちょっとアシャに変わりました。みんな気づいてましたか？なんかね、雰囲気がガラッと変わりましたね。今回結構なんか目立ってる、あのカラフルな、なんかブワンってなんか濃いピンクです。みんなぜひたくさん見てください。それでは最後にリーユの一言中国語講座いきたいと思います。今回は東京都水槽ネームみかんさんから、リーユちゃんのやる気満々ですが大好きです、かっこ笑、中国語ではどんな言い方をするのか教えてください。そっか、これが来たん、来た、やる気満々です。中国語では干劲满满です。ぜひたくさん使ってください。はい、もう一回いきます。ぜひたくさん使ってください。もう一回いきます。やる気満々です。中国語では干劲满满です。それじゃ、バイバーイ。オーディー。